TC 楽器オリジナル T シャツ好評発売中です。新デザインも追加してます。パツマン書いてますね今回。あの人の名前がね、ランドール・スミスの名前が出てましたね。こんにちは、TC 楽器富田です。こんにちは、TC 楽器富田です。富田さん、はい、ニュースです。はい、まあ、富田さんといえば、うん、アンプの話題ですね。はいはい、ギブソンから情報出まして、はい、まあちょっと前に出たんでね、うん、盛り上がっておりますが、はい、ギブソンのアンプが復活するらしいというのでね。いやまたドッキリって最初ね、あ、そうそうそう言ってたんだけど、富田さん最初連絡したんですよね。うん、富田さんギブソンのアンプが復活するらしいです、うん、あ、ごめんなさいドッキリじゃないですよさすがにまたね、うん、うん、なんないように幼いがいたら疑ってください。はいはい、わかりましたそうそう、まあうん、なんかツイッターなんかでギブソンが本当今年入ってちょっとぐらいの時にね、うん、匂わせみたいな投稿をしてて、うん、アンプ復活かみたいに思ったら、うん、まあ案の定というか思ったより短いスパンで公式の情報が出ましたけど、ね、ファルコン、はい、そうです。ギブソンのアンプってまあ出てる時期があったりなかったりするんですよね。久しぶりですよね。でもギブソンがねアンプ出してくるっていうのがね、はいはい、前はだから2000年代ぐらいですか、出たり出なかったり10年おきぐらいやってるんですけどね。なんかね、そう、ちらっと出たりしますよね。出てますね。あ、でもまあここのとこしばらくはなかったですね。そっか、レスポールアンプ以来ですね。だからそう、レスポールジュニアって書いてありましたね、2000年代のね。その辺ぐらいかな。その前だとね、割と覚えてるのが GA15 の名前を使ったのかな。 GA15 と GA30RV だったか RVS だったか、リバーブがついてるやつですよね。あの頃ってトレース・エリオットがギブソンの傘下に入ってて、でトレース・エリオットからね同じくベロセットっていうアンプが出てたんだけど、まあ同じだけどトレースはブランドイメージで緑色で作ってたんですけど、当時のギブソンはいわゆるギブソンのブラウンケースの色でね、全部ゴールドで作ってて、あ、かっこいいなっていう印象ありましたけどね。ギブソンのアンプってね、その皆さんマーシャルフェンダーとかってこう中だと、まあ、歴史はあるけどこう認識が低いというか、まあ知名度ってまあまあ純粋にでも、まあ、使ってる人が少なかったみたいな感じなんですかね。うん、歴史はねほんと古くってね、40年代後半から作ってますからね。60年代でもかなり早い段階でリバーブ付きアンプ作ってるし、割と先駆けてるところはあるんだけど、ね、ただアンプって言った時にギブソンっていう名前がね、うん、あんまり出てこないですよね。ね、面白いアンプ多いんですよね。うん、見た目も音も味のあるアンプも多いし、どうですかその音のイメージというか。ね、うちもね何台かね、何台かっていうかかなりの台数。長い歴史の中で入ってきてて、やっぱ60年代のスカイラークとかね、スカイラークね入ってきたことあるし、なんか独特っていうよりは独特じゃないのかもしれない。すごく普通の音する、素直っていうか。はいはい、分かります。なんかクリアというかドライというか、そうそう、ですごくねいい音なんですよ。ただね、真水みたいな良さっていう、ああ分かる。そうそうそう、真水ですわ。真水、香水ですよねっていうか、そう、いいギターつなぐとめちゃめちゃいい音。あ、確かに確かに。ごまかしが効かないイメージ。良さがそのまんま出るから、やっぱ50年代のギブソンなんかをそのまま鳴らすとすげえいいですよ。ただ本当ごまかし効かないっていうか、本当にそのまんま出るんで、そういう意味ではね、すごくいいんだと思うんですよね。だから逆に言うとマーシャルって一発聞いただけであマーシャルだっていうそういうキャラがあるんだけど、ギブソンのアンプってやっぱりギターメーカーだからかないですね。逆にギターの良さ出すのかなっていう。なんかまあ古いフェンダーとマーシャルを比べた時の皆さんがフェンダーに持つ印象がもっとって感じですよね。そっからねフェンダーらしさを抜いたみたいな。なんかそう、フェンダー真ん中にいますよね。その3つ並べたら真ん中ですね。マーシャルとフェンダー比べたらもっと向こう側にギブソンがいるみたいな。そう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 、なんかねこう音の粒子がマーシャルに行くにつれ細かくなっていくイメージ。ギブソンで石ころ投げつけるみたいな音しますね。そうですねゴッっていうような、あれは不思議というか、でも古い音はしますね。古いアンプのね、いい意味での古いアンプの音はしてますね。そう、そのイメージはあります。確かに、まあ古いギブソンのアンプってなかなかフェンダーマーシャルに比べて少ないんじゃないですか。少ないですね、やっぱりね。ゆえにね、やっぱりギブソンのアンプの認知が低いっていう。あとギブソンアンプ使ってる人誰って言った時にね、意外と思いつかないんですよね。やっぱ少ないですよね。このね、まあ、ヴィンテージって言われる50、60年代のやつとかもね、ヴィンテージアンプを知ってる人には皆さんに知られてますけど、そうですね、なんかこうアンプっていうジャンルだとね、誰が使ってるとかっていうのではあんま有名じゃないのかもしれないですね。そうですね。当時からでもあれですね、そのギブソンはいろんなどこで作ってるんだろうみたいなね、うん、当時のギブソンアンプだとマエストロ絡みもあるんですよね。あ、そうですね、はい、うん、らその時その時でギブソンの下だったり、まあ、CMI の絡み、ギブソンの親会社の絡みとなんかいろいろって感じじゃないですか。ダトレースもさそうだし、そうですね、今回どうなんだろうと思って、今回ね、そう今回ギブソンが今、ギブソン自社で作りそうにないじゃないですか。自社では今作らない、絶対作らないですよね。だからね、どうなんだろうと思ってたんですけど、書いてますね今回、あの人の名前をね、そうそうランドール・スミスの名前が出てましたね。さすがやっぱりそうか、そうきたかっていうね、そうきたかね、メサのチームがっていうのでね、だから今回期待していいと思うんですよ。今回はって言っちゃったけど、メサのエンジニアリングを持って、メサ今持ってますからね、ギブソン。そうだ、ギブソンが3年前ぐらいですかね、メサを買収したっつって結構ニュースになったじゃないですか。そうですね。メサこれどうなっちゃうんだろうみたいな、なんならみんなメサを心配するっていう声がね多かったですけど、ここでギブソンがメサの技術力を使って出してきたっていうのはね、酷かもしれないけど、まあ気になりますね。そうですね。どうですか、だってギブソンがメサの技術を使うっていうの、富田さん的に。いやでも面白いんじゃないかなって。やっぱりね、メサも本当にアメリカンのね、アメリカンアンプの王道行くとこ狙ってやっぱ来てるんで、それでそこでギブソンの歴史っていうとことうまいことマッチングしたら、これ面白いもんできるんじゃないかなと思いますね。だから今回ファルコンが復活、そうです、ファルコンの名前出してきたしね。そうで、なんかそのビジュアルいいですね。かっこいいですね。結構ヴィンテージの、そうそう、ホワイトトーレックスでね、ロゴもちゃんとね、昔のね、あ、そう、ロゴってハンドルのロゴね、あれまた作ったんだっていうね、あのハンドルのね、あのガチャガチャって感じがね、本当ギブソンがね本気でやってる感がねすごくあるし、ギブソンって練習させるとあんまそれっぽくならないイメージがありますけど、今回見た目だいぶそうですね、それっぽい。でもアンプがそうなのかなとも思いますね、ギブソンは。だからそのレスポールアンプ、そうですね、あれもなんかすごい古っぽいデザインですよね。そうですね。でね、メサってもともとね、やっぱりサンタナに気に入られて伸びていったようなところもあるんで、あの手のアメリカンサウンド非常に得意としてるんで、もともとねフェンダーのアレンジというところではあるんだけれども、ただ結局60年代風ルックできたっていうことと、あと 6V6 を使ってるらしいぞっていうことで、6V6 はまあ真空管ですね。そうですね。当時のギブソンは割とあれで、あとその前、まあ50年代40年代はね、今やもう絶滅危惧種ないろんなチューブ使ってるけれども、ただ 6V 用ですよね、多いですよね。なので60年代のアメリカンサウンドっていうとこ、それってある意味メサが得意としてるところもあるんで、ああなるほどね、期待できるのかなっていう。なるほど、そのギブソンのアンプを復刻するのに、今メサが下にいるからまあメサでいいだろうっていう感じに見える方もいるかもしれない。メサの見方にもよりますけどね。よりますけどね。近年のメサしかこうイメージないなって方には、ギブソンのヴィンテージをメサがやるのみたいに思うかもしれないですけど、そうも言えない、そうとも言えない。だからね、いやそう、メサがあの時のギブソンをやるっていうのはなんとなくこうイメージとしては、あ、いいんじゃないかなっていう感じ。すごくね、だから、ソンとしても、いわゆるメサの技術力を得たので作ろうっていうところに来たんじゃないかなって思うんですよね。あ、でもありえますよね、メサゲットしたからもうやるべみたいな。そう、非常に面白いと思う。タイミング的にはね、買収してからまあ23年って考えたら、まあ開発してたかなって感じしますよね。メサっていう近年のハイゲインのイメージはまあ確かに強いけれども、もともとのねマークシリーズで特にあの 6V6 系のまあフェンダーから出てるとこいうところはあるけれども、ツイード系のサウンドメサはねツイートスイッチとかやってね、やってましたけど、あの手非常に得意なんで、マークシリーズ系のクリーンサウンドとツイート系の音、それがあのルックスから出てきたら非常にかっこいいんじゃないかな。なるほどね。どこまでそのファルコンの音にしてるかですよね。そうですね。ファルコンの音だって分かる人どんぐらいいるんだろうとも思いますけど、まあメサっぽくしてんのか、まあでもなんかね、それこそさっきのマーシャルフェンダーって並びで言ったら、フェンダーよりもギブソン寄りじゃないですか、多分。ヴィンテージ、それこそマークシリーズとかね。イメージのメサのサウンドって硬いじゃないですか。もうちょっとこのね間にいるぐらいなんで、そこにねギブソンのエッセンスが入ってくれば、もろにメサっていうキャラは出してこないと思うんで、さすがにねそこにギブソンのエッセンスがうまいこと入ってくればね、これは期待できるんじゃないかなっていう。なるほどね。まあメサのその技術が生きてくると面白いですよね。せっかく買ったんだからとも思うし、確かにな。なんかあれですね、ギブソンがアンプの設計の資料がなくなってたのを、ほら eBay で見つけて、そうですね、全部取り戻したみたいなニュースが、去年だからありましたね。騒いでましたよね。あれもなんか今思えばその開発のね、道のりの中でいろいろこう探したりしてたのかな。繋がっていくんですね、いろいろとね。いやでもなんかね、まあワット数は少なめで、結構今出すんならそんな感じで現代的でいいと思います。20ワットと5ワットのラインナップなんで、実にね今的な使いやすそうなサイズで来てるところもまたうまいですよね。はい、まあまあまあなんかちょっとこう気になりますね、期待というか。そうですね、触ってみたい。今回はねこれをねきっかけにね、ギブソンのアンプブランドとしてのね価値っていうのが少しまた上がってきたら面白いなと思います。まあ最初そのトネさんギブソン出るらしいですよって話をした時に、画像だけ見てね、そうだメサだなんだって情報はない状態で僕もトネさん見てなくて、でいやでもギブソンが自分のところで作るはずないから、どこに作らせるんですかねって言ったら、富田さんがフットスイッチがメサっぽいってすぐ言った。あれ確かにそうですね。ね、いろいろ写真見ててね、これどうやってんだろうと思っていろいろ見てたらフットスイッチの写真があって、あれこれ見たことあるとメサっぽいね、あの四角いやつね。そうですね、リバーブとトレモロのねスイッチがギブソンではアレンジされてましたけど、あじゃあやっぱメサっすかねって。でまあ読み進めたらね、メサブギのチームがまあカイロっていうのそうですね。どうなんですかね、そのまあ新しい解釈でだから作ってる部分はまあ多々あると思うんですけど、まあ 6V6 みたいなんで、チューブもあとオールチューブスプリングリバーブって書いてある。リバーブとトレモロもついてる。いいですね。ワンボリュームかワントーンだったかな。リバーブトレモロってついてるとなると、なんか側だけは古いけど結局今風みたいな感じではなさそうですね。ではなさそうですよね、やっぱりね。楽しみですね。なかなかこうフェンダーマーシャと違ってヴィンテージがそんな上がってないじゃないですか。そうですね。だからどうなんだろうね、その多分逆転すると思うんですよ。CP の方が高い。20万ぐらいするでしょ。そのぐらいいきそうですよね。それでねヴィンテージの市場がもう一回皆さん上がるのか、そこでなるかどうかはちょっとなんともね。まあでもそのヴィンテージがこう下手に上がってない分、そのヴィンテージ買えないから現行っていう解釈じゃなくて、まあ今のアンプ新しいものギブソンアンプとしてなんかフラットに見れそうな気がしますね。そうですね。ヴィンテージ比較してどうこうじゃなくて、絶対的な評価ができそうじゃないですか。現代のアンプってね、今出てきたギブソンのアンプとしてどうなんだろう。そこはなんかすごいなんかある意味健全かなと思います。だからこう名機と言われるお手本があってのリーシュじゃないんで、これはこれでもう本当にね新製品としてのね。そうですね。それは思うな。面白いですね。まあとりあえずメサがほっとかれてなかったってのが分かったのも、そうですね。アンプファンとしては。だからね、これちょっと勘繰りするかもしれないけども、ギブソンがメサの技術使って新しいアンプを出してきたっていうのの次にはメサのプロモーションとかあるのかもしれないですよね。メサもなんかやってほしいですね。だからこれでね、今後メサがどういう風に変わってくるか、どういうのを打ち出してくるかっていうのもまたちょっと興味あるところですね。なるほどね。それも面白いですね。まあちょっともうこれが世に出てきたらまたいろんなね情報出てくると思うんで。そうですね。これでね反響次第でバリエーションとか今後の展開も変わると思うんで。ちょっと注目したいですね。だからそれでちょっとなんだろう、ガラッとイメージが変わって割と似たようなのがメサから出てきたりしたら面白いですよね。ああなるほどね。メサからね。今度メサブランド。まあでもここでこうねめちゃめちゃこうデジタルの歪みますみたいなアンプじゃなくて、50年代60年代のあの感じですよってギブソンが今やったのは俺はなんかすごい期待しちゃう、そこはねちょっとやっぱり嬉しいっていうかね、したらなんかメサのブランドが動くにしても、あれじゃあちょっとあっちのメサやってくれんじゃないかみたいな。そうですよね、それこそマークシリーズみたいな時の新製品とか出ても面白いだろうし、面白いですよね。今割とね大手のアンプメーカーがねどちらかというとデジタルに走ってるとこもあるからね実際ね。そんな中でそんなご時世の中で思いっきりチューブアンプに振ってきたっていうのはねやっぱり面白いです、面白いところですよね。そういう意味ではなんかアンプ界の中でちょっとどう活躍するのか楽しみにしてほしいですね。という感じでまあ発表があったんでね、ちょっと雑談でしたが、今後にも期待ですね。期待したいです。という感じでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。TC 楽器はどんな価格帯の商品でもしっかり調整クリーニング済み、中古でも安心してご利用いただけます。